中村森雄12月9日から1995年5月28日は日本の陸軍軍人及び陸上自衛官第19代陸上幕僚長陸上自衛隊としては最後の旧陸軍出身者であった聖火が明けの陸軍飛行学校に近かったことから飛行機の爆音と軍服に惹かれ陸軍航空士官学校に入校戦後は一旦家業を継ぎかけたが 警察予備隊の創設を知り応募、1950年8月に二等警察で入隊。入隊後は、第8連隊第14中隊中隊に配属され、これを契機に以後、飛行開に進む。北部方面総監時代には、わずか1年余りの在任期間の中で、有事法制が存在しなかった1983年当時の日本国がソ連軍の北海道侵攻を受けた場合、 北部方面隊は、いかにして合法的に、ソ連軍を迎撃するべきか研究し、研究結果をレポートにまとめて、部内の各級指揮官に協示した。陸上幕僚長在任中、第一空挺団などの陸自部隊を監督して、日本航空123便墜落事故の対処にあたる。百八十六年三月、今の自衛隊員は、不動の姿勢をから三十分取るだけで、 卒倒するような落ちこぼればかりと、月曜評論史上で発言した、マスオ内東部方面総監に対する指揮監督、不行き届きの責任を取り辞任した。ありがとうございます。